セレクトを触っております。そうですね、もう30年はなりますね。まあ、ストリートから、まあ、レースカー製作のエンジンのチューニング、またボディ製作をかけてやってます。 GTR はまあ32の GTR 出てからうちはもうずっと、今の35まで、まあ、個人的には僕は33の GTR、が一番なんか好きなんですけど、また思い出もあって、その車は各サーキットでもレコードをタイムを出したりとか、まあ、そういう経歴があって、まあ、メカニカル的なことを考えるとやっぱり今の3号が一番、まあ、まあ誰でも乗れる、また簡単にタイムを出せて、オリジナルパーツとしてはまあエアロ関係としたらスポイラー、またレアのウィング、カナード、関西、まあ、あの地区では大体その辺の GTR、まあ、専門店でもないんですけども、 GTR に関しては上のくらいで折れるように、まあ、あの開発またテストを手を抜かないで、やっていくと。また僕自身もドライバーとしてもっともっとスキルアップして、絶えず毎年コースをレコードを塗り替えれるくらいの努力もするし、車のポテンシャルも上げていきたいと思いますけどね。日本の中でいいパーツを作って世界に発信をさせていって、なおかつ日本の中でもトップのチューニングショップと言われるように努力もしたいし、また海外にも注目されるようにいいパーツを紹介していきたいと思いますので、どんどんと買ってもらえるように頑張ります。